どうもごきげんよう。9月14日でございますけど、昨日ね、ダウンロードして流したやつね、ちょっとね消してもた。まあのライブの映像やったんやけど、また流すわ。ちょっと消してもた。ちょっと前はいろいろあって、あれどうしようと思って、あんまり宣伝せなかったから何も見てなかった。僕もコメントをくれてる人がいたらごめんなさい。もう一回ください。CD 買ってください。はい、9月14日ね、ぼちぼちこれ毎日こうやって やっていったらね、あれやね、なんか北朝鮮言ったらあかんが、なんか届かない、でも聞いてくれてる人にこうラジオ届けたみたいな感じやね。情報を遮断された国のなん、いやいや、そんなことどうでもええわ。ま、もう秋になってきて、この前ね、つまんない話やけど、ちょっとオーブントースターを買ったんですよ。買ったというか、まあ、引き換えでもらったんですけど、要はあるやん、今、何祝儀とか包んだら本くれるやつ。あの本見るの好きやけどな。なんか今いろいろあるね、寄付とか旅行とか、旅行も。結構祝儀包んだんやけどな。前は。あれで僕は食べ物なんか絶対頼む。こんな食べ物頼む人おるんかなと思ったら、女子ほとんど食べ物らしいね。僕食べ物が全くこだわりないから、食べ物に思い入れが全くない。食べ物、こんなん、僕大体電化製品って思うんですけど、でも中途半端な電化製品ばっかりやもんね。使ってるのないね。ものすごい音がする空気清浄機とかあったら、あんまり乾かへんドライヤーとか思ったことあるけど、どうしても電化製品に行ってもらうんだけど、今回もちょっと電化製品しよう言って、オーブントースターを買ったんですよ。チーン、簡単なやつね。うちなかったんで、大きなオーブンみたいなのあったんやけど、それパン焼こう思ったら裏返せなあかんねん、一回。めんどくさいなと思って、欲しいなと思って、まあ、安いから買おうって言ってたんですけど、ええやんこれでってちょっと買ってね。ほんだらね、家に届いてね、あれ家に届いた子供がさ、びっくりするぐらいテンション上がんのよね。やったー言って、何これ言って、なんだ赤いじゃんみたいな。でこれパン焼くねんかって、うわー食べよう食べよう言って、もうなんかびっくりするぐらいテンション上がって、貧乏人の子かと思ってちょっと悲しかった。いや悲しくないね。いやそうだよね、初めてのもんはテンション上がるもんね。だから初めてのもんがどんどんなくなるってことが大人になるってことかなと思ったら、悲しなってきてね。なんか俺もこうオーブントースターを見ただけでこんなに喜べる大人になりたいなと思って、無理なんかな、無理じゃないような気がしてね。いつもこうテンション高く持ってたら変なやつと思われたとしても、人にどう思われてもええもんね。こう笑顔で歩いてる時に人にどう思われてもええもんね。変なやつと思われてもそれはもうどうでもええもんね。だからなんかまあね、親になるっていうことは子供に学ばせてもらうことやっていうけど、いやなんかこの前もうちのマンションがこう中の設備工事でエレベーターに養生のプラスチックみたいなのが貼ってあって、それがいつもは透明やのに今回黄色やったんですよ。黄色の養生を見るだけで、イエーイエレベーター黄色とか言って、エレベーターの楽しみだねとかって言い出してね、うちの子供だけ頭おかしいの。いやそんなことだよね。だからあええー、なーと思って、なんか俺もなんかちっちゃいことでも楽しめる、わーってもうどうせ昔経験したからって言ってることがね、年老いていくってことなんじゃないかなと思って。だからオーブントースター一緒にイエーイ言うて、いいね、みんなも俺のライブ来るたびに初体験や思ってイエーイって思って、僕も初めて会うみんなのようにイエーイって歌うから、初めて会う子あんまおらんのよね親戚より会ってる子ばっかりやけど、まあ、また9月26日に目黒ライブステーションでやるので来てください。イエーイ楽しもうぜ、楽しい。この道は
という気持ち自転車のカゴ